はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。クニアン様、お豆様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。朝地震ありましたね。いきなりスマホ鳴ってびっくりしちゃいました。震源は茨城県南部、最大震度5、東京は3だったもみたいであります。皆様のお宅は大丈夫だったでしょうか。岸田政権、移民推進を本格化、外国人の高校留学を推進する基金を設立すると発表で、帰国させないで就職まで支援し、労働力としたいだって、人手不足解消のための基金を作る。子供の時から、20日、中学を卒業したばかりのインドネシア人女学生2名が第1号として来日と。15歳の少女2名、中学卒業したばかりって、女の子ってまるで人買いやなって思うんですけども、どうでしょうか。まあ、輸入ですよ。外国人を小さいうちから輸入したいっていう、そういう試みのため基金を作るということですね。世論です。外国人には至れり尽くせり。そうだよね。日本人の高校に行くのを支援したり、就職支援したりしてくんねえくせにさ、なんなのこれ。外国人には、奴隷商人みたいなことして、なんか人身売買みたいなんだけど、こんなもん誰が望んでいるのか。実際は中国人、韓国人ばかりになる。そういえば増税メガネの弟さんって人買い会社を経営してるんだっけ。人権問題に発展しそう。移民は岸田の宝だそうだし、これ確実に世界中からですね、未成年者売買って叩かれるやつですね。未成年者を投稿するの、欧米っていうか、キリスト教の国、厳しいからね、非常に。未成年者襲っちゃった、性犯罪者なんか、懲役150年とか平気できますからね。思いっきりこれ叩かれて、岸田、G7 からも締め出されないと、わかんないんかな、岸田と自民党な。絶望しちゃいますね、これ。少子化がどうにもならんからって、外国人で補充しようとすんなって。やるべきことはね、もう人口減るのはしょうがねえ。世の流れだっつって、人口6000万人に向けた国づくりでしょうよ。企業の数も徐々に減らしていかなきゃなんないし、住宅の数も徐々に減らしていかないといけないし、で、ショックに耐える。あんまり大揺れ、大混乱ならないよう、誰が望むんだ。そりゃね、少子化で経営が危ない学校とよ。そこを天下り先にしている官僚と、経済界に人手不足解消やってます感出したい岸田が得すると。岸田の実弟が人買い会社経営してますよね、そういえばね。また訴えられそうなこと言ってますけれども、私。まあ、訴えられても、私は黙んないですけどね。水原一平通訳、39歳、ドジャースを解雇。大谷翔平顧問弁護士、水原通訳を 6.8 億円窃盗で告発。 6.8 億円、盗んだ金は違法賭博に使った模様。まあ盗まれたっつってますけど、選手の前でですね、全て自分の過ちです、自分はギャンブル依存症ですと罪を告白していたみたいであります。世論です。マジかー、エイプリルフールかと思った。マジで衝撃すぎる。宝くじを自分から捨てたのか。嫁と韓国に来てるのにどうすんだ。通訳してるだけで将来安泰なのにバカなやつだ。大谷の通訳だけ真面目にしときゃ将来安泰だったのに、大谷が個人的に雇ってると思ってた。私もそう思ってました。ドジャースに雇われてたんで、で大谷につけられてたって形になるのかな。大谷の通訳なし英会話インタビュー解禁か。イメージダウン半端ない。ちょっと大谷の通訳に応募してくる。水原通訳は日ハムで外国人選手の通訳やってたんで、で、2013年ですね、11年前、大谷選手と一緒に渡米、私生活での
運転手を務めるなど信頼も厚かったと、大谷選手と共にドジャースに雇われたと。で、大谷につけられていた2021年頃からスポーツ賭博にのめり込んだ。スポーツ賭博って例えばボクシングの試合とかサッカーの試合とかどっちにかけるかみたいなトドカルチョみたいなんです。作った借金を大谷に肩代わりしてもらったと発言したが、後に撤回。一度だけ助けるって約束で、大谷はいい顔しなかったけど、もうギャンブルやめる、一度だけだと助けんのっていう約束で、お金借金を大谷に借りたみたいなんですよね。後に撤回しまして、違法だと知らなかった、大谷は何も知らなかったと訂正。どうにもならなくなってですね、大谷に泣きついた可能性ありますね。っていうか前そう言ってたし、発覚後もですね、仲良く同じ飛行機に乗ってる写真あるし、弁護士は窃盗って強い言葉使ってますけれども、まあ滅多なことは言えませんけれどもね。問題なのはその違法賭博の送金に大谷の口座が使われていたのが問題だって、大谷も関わってたんじゃないかとかですね、大谷も知ってたんじゃないか、関係してる、全くの無関係ってわけじゃないんじゃないか、っていうことになっちゃいまして、弁護士が慌ててですね、水原が盗んだ、言ってですね、水原もそうその通りっつって、かぶるのかなつみな、違法ギャンブルと思わなかったって言ってますけれども、水原は、これはよくわかんない、滅多なことは言えませんけれども、大谷翔平さん、やばいことになっちゃったね。直接送らないで一旦水原の口座に送金してよ、で水原が借金返すのに送金すれば問題なかったんですけれども、直接ね、大谷の口座から、支払いしちゃったのがまずいと、違法賭博に関わっていたんじゃないか、みたいなことになっちゃってるみたいであります。これお前盗んだことにしろってなるわね。これはね、自分が大谷の通帳預かってたから、自分が大谷の口座から送金しましたって言わないとね、これ水原、さん、大谷さんに、罪、結婚したばっかなのにさ、かわいそうだよ。岸田総理、韓国主催の民主主義のためのサミットにオンラインで出席。韓国主催っていうのが肩払いたいんですけど、民主主義を語るとは肩払いたい。なんとなく気分で政治動かしてるくせに、大統領もろうそく持って集合だっつってデモで倒せちゃうようなところが民主主義語るのがおかしいし、竹島盗んでる敵国主催の、会合にですね、岸田総理が行くのもおかしいんですけれども、ネット上のデマや差別について非難の応酬が、沈黙が生まれ、社会に分断が生じ、民主主義に不可欠な健全な議論や討論ができなくなる恐れがあると発言しました。ネットこそ民主主義に不可欠な議論や討論の場じゃないのかって気がしますけれどもね。ネットの言論弾圧したら一般人はどこで口開けばいいんだ、一般人はどこで意見を言えばいいんだって話になると思いませんか皆さん。世論です。聞いてて草。脱税メガネが相当効いたらしい。政権批判を封じるのが目的だということは見えすぎている。中国で政府を批判すると、虚偽情報、偽情報扱いされて弾圧される。まずは議員の嘘を取り締まれ。多分岸田の味方ってネットにはいない。岸田、右からも左からも叩かれてるもんな。議員の嘘の方が大問題だろ。社会を不安にしてるのはお前らじゃないの。虚偽答弁でおなじみの自民党さんが偉そうに、岸田さん、弟さんの会社儲かってますか？テレビの情報が一番危険だとなって、なんでネットばかりを目の敵にするかっていうと、ネットは一般人が自由に発言できる場だからですね。権力者にとっては都合が悪い情報も拡散されっからですよ。岸田は多分ですね、ネットは宝もゴミも流れてる、一色たになって流れてる濁流っていうのは分かってないんでしょうね。ひろゆき、嘘を見抜ける人でないとネットを使うのは難しい。これは名言だったなぁ。嘘もいっぱい転がってますよ。宝もいっぱい転がってますよ。そういうのが、それがネットなんだわね。ネットを弾圧したいのは官僚も同じですね。昔は記者会見開いてですね、テレビにですね、
国債の発行額今いくらで一人当たり何百万円の借金って嘘を放送させれば増税やむなしって騙せたんですよ、財務省が。今はですね、はあ、むしろ資産だけど、銀行預金それになってんだけどって即座に反論されてしまうので騙しにくいんですね。議員も官僚もネット言論は邪魔で規制したくて規制したくてたまらないと思いますよ。我々はネット規制に敏感でないとね、何かあったらすぐね、あの言論のやつだって大騒ぎしましょうね、大騒ぎしましょうね。3月19日防衛装備品を企業との長期契約10年で調達できる改正案が可決成立。単年度購入でなくて必要な兵器を一度に大量に買って、10年払いってすることが可能になりました。立憲共産社民令和が反対と、まあいつものメンバーですね、世論です。いつものメンツ、いつもの特定野党、社民なんかまだあったのか。維新民民が賛成なので強行採決って騒げなくてパヨイライラ。兵器調達が柔軟になって何か困るんですか。まとめ買い禁止は企業も困るだろう。まとめ買いした方が安く買えるのでは。今までは戦車などの高額の兵器ですね、毎年20台ずつとか調達してたんですよ。そうするとね、企業の方もちびちび作るのめんどくさいですよね。10年前可能になっていっぺんにね、200台って買えるようになって企業もね、いっぺんに作った方が安くできるし安く売れるしね。パヨ4頭はこれが気に入らないと。人民軍のためになるべく、日本を弱体化させたいもんね。正体丸出しですよね。兵器ローン地獄が始まるとか言って騒いでんだって。東京新聞あたりも人民軍に攻められたらそれこそ本当の地獄だろうに何言ってんだって話。パヨ4頭はそんなんだから支持率上がんないですよ、下がり続けるんですよ。セキュリティクリアランス制度を含む経済秘密保護法案、これは情報に近寄れるのが情報を扱える人の資格を調査できる。で、調査の結果問題あった人には情報に触らせないという制度がセキュリティクリアランス、情報接触資格制度とも言うんでしょうか、が国会審議入り。共産党、基本的人権、国民主権、平和主義という憲法の基本原理を根底から覆すものだ、廃案にしろと主張。わかんねえな。世論です。お困りのようですね。さすが共産党、スパイもあるだし必死すぎだろ。共産党はスパイ政党ですと言ってるようなもんやん。そんなに都合悪いの。スパイコーヒーを禁止されると何か困るんですか。共産党が反対しているなら良いものに違いない。その通り、経済情報を厳しく保全しようって法改正に反対するのね。中国共産党のスパイが活動しにくくなるもんね。共産党としては困るよね。情報保全厳しくしようっていうのがなんで基本的人権、国民主権、平和主義を根底から脅かすんだか全然わかんない。全然わかんない。共産党の腐った脳みそ回路では、整合性取れてるんでしょうかね、この言葉。それともまた違うね、日本語使ってんのかな。一般人が理解できない言葉使ってから何十年も何十年も支持率右肩下がりなんじゃないですか。党員が意見すれば即除名だしね。そのまま改心なんかせずに今いる党員とともに寿命を迎えてくれ。共産党の消滅をですね、私生きてるうちに見たいんでね。あと NHK と朝日新聞とね。その他のニュース、今日の日経平均が一時4万700円台になり史上最高値更新しました。日銀株で37兆円儲かっちゃった。今まで買ったのが37兆円、71兆円になってんだって。今まで34兆円で買った株が71兆円になったんだって。だから37兆円、日銀は日本政府の子会社なんだからこれで増税必要ないんじゃないの。そんなね、少子化対策の支援金だなんつって保険料上げなくてもいいんじゃないの。森林環境税なんて取んなくていいんじゃない。再エネ賦課金なんて環境税みたいなもん、日本端子税みたいなもん取んなくていいんじゃないの。これこんな儲かってんだったら、トルコ政府公認テロ支援団体、日本クルド
文化協会主催のお祭りネウロズ開催、それを NHK が報道。日本人の祭りもめったに報道しないのにクルド人ばっかなんでなんだって話、テロ支援団体って公演の使用許可は取れるんだ、へーっていう話ですね。1月の埼玉県人口動態、川口市から埼玉市への移動が最も多く272人、他のあのどの市どの町よりもこの移動が多かった、272人、川口やべえですね。あのこのままどんどん日本人が減ってね、外国人が増えていずれ権利主張しだすよ、川口自治区とかなっちゃう、埼玉県柴園町はすでに人口の 55% が外国人なんだって、中国人だらけの柴園団地って有名でしたよね。そういえばね、なんかあのマンションの外についてるあの階段の踊り場で用を足しちゃうとかね、大問題になってましたけどね。4月からいきなり3倍になる再エネ賦課金なんですけれども、これ電力会社の利益が下がれば下がるほど上がるっていう地獄のシステムだったみたいであります。太陽光発電も風力発電もですね、一切やめて再エネ賦課金もやめないと、永遠に上がり続けんだろこんなもん。再エネ税ってなんじゃねえのこれ。今でさえね、あの実質負担率 47% の重負担で苦しんでんのにさ、まあ、これますます子供減るよね。埼玉県久喜市、使途不明金問題で人権団体への補助金停止。全国であの補助金見直しして公金中中退治してほしい。でないと税金上がるばっかですよ。本来公務員がやってた仕事をですね、 NPO やあの社団法人の民間団体に丸投げして公務員数減らすって流れにしたのが菅直人政権でした。公務員減らせって大合唱でマスゴミもそれを応援しました。そっからあの星の数ほど団体できて、怪しい団体できてロックな仕事もせずに公金チューチューと、チュー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 してる。豊島区職員もですね、あの最大で3000人いたものが現在2000人になってます。これ仕事減らしたんでなくてですね、派遣増やしたり仕事を外部に丸投げした結果であります。窓口議員なんかは派遣さんばっかりですよ。一番重要な身分証であるですね、パスポート窓口も派遣さん、都内のパスポート窓口の派遣の中国人がですね、個人情報せっせせっせと流出させて、逮捕された事件ありましたね。だからですね、丸投げすんなって、丸投げできるような事業をそもそもやるなって、そんなもん、丸投げ団体作れると、まあまあ官僚は天下り先なんとか協会とかすぐ作って、できるからいいんだろうけどさ、ここでも菅直人が悪かった、悪魔の民主党政権ですね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。